じゃあ今回はいろいろ話をしたい、はい、雑談ということで、はい、残念なニュース、はい、荻野が腰痛で抹消だって登録抹消俺も腰痛持ちだったから腰の痛みはよくわかるんだけどさ、はい、今年の荻野は違うぜって怪我せんでみたいな、はい、みんなが言ってたよ。いや荻野の実力はやっぱこうね、はい、まともに出たらこのぐらいの数字あってまあ実力は示したよ、はい、だけどもうちょっとやないかい、もう頑張れんか腰の痛みなあ我慢できんかったのか、我慢できんのかな、はい、いや俺はさ、はい、腰痛の時にさ、はい、ピッチャーの交代がすごく助かったんだよ。へえ、なんでかっていうと、はい、座れるから。ああ、靴ひもを結ぶふりして、はい、結び直すふりして座って休めたから。ああなるほどね。うん、それとか試合終わるじゃん、で飯食いに行くじゃん、はい、で5分歩けなかった。え、歩けなくなるんだから。でちょっと待ってくれと、どうしたって、いやちょっと座らせてくれっつって、で座って、はい、一時するとまた歩けるんだ。いやそのぐらい悪くてもやってたんだ。それはすごい。いやすごいでしょ、はい、いやだから腰痛持ちの気持ちは分かるんだけどさ、はい、もっと頑張れんかというのが俺の心境。ここまで頑張ってきたんやからさ、あともうちょっと、うん、で広島野村抹消、はい、苦しいやん広島。そうですね、今、はい、え、それも腰痛ですか、もしかして。いや、これは腰痛じゃない。腰痛じゃないです、うん、お前全部腰痛だったよ、思うのよ。いや野村も、はい、まあ、調子もそんなには良くないけど、はい、やっぱいるといないのじゃ違うからね、うん、だからここら辺抹消かよと思っちゃうよね、うん、で、戸亀西武ピッチャーおらん。はいはいはい、その中において戸亀って貴重な戦力なのにさ、はい、抹消やって、なんでなんですかね。豊さんが顔面白いって言ってる人ですよね。いや面白くはないよね言ってたじゃないですか動画で。もう可愛いらしい可愛いらしい、はい、可愛い顔してるけど、なんかあの、はい、あれだよな、西武ってさ、はい、なんかこうピッチャーがいないじゃない。だから頑張れんかなと思うけど、はい、まあまあ商売道具だからな、肘肩とか、まあ、どこ痛めて抹消なのか調子が悪いのか分かんないけどさ、多分腰痛ですよね腰痛すんなっつみんな腰痛持ちじゃないわ。だからもうこっからさ、はい、怪我人が出ないチームがやっぱ上行くな。確かにそうですね、うん、でも野球って結構怪我多いですよね。僕なんかまあ蓄積疲労があるからな、うん、だからまあサッカーとかだったらさ、はい、パーンと接触で怪我したするとか、はい、突発的な怪我多いけど、まあ、野球も、まあ、デッドボールとかは突発的なものだけど、はい、蓄積疲労っていうのが重なってくるとさ、例えば腰痛が出たりだとかさ、はい、まあそういうことになるよね、うん、まあ、ピッチャーやったら腕とかっていうことですよね、ずっと投げ続けるからっていう、まあ、そうだね、金属疲労っていうか、はい、まあ、もう肘が痛くなったりとか肩が重くなって上がらなくなるとかね、はい、手が。まあそういうことがあるから、まあまあそれはもうしょうがないけどさ、もうあともう20試合ちょっとだろ。パ・リーグなんかこっから勝負じゃん、はい、結構ね今いい接戦というか、で広島なんかここ踏ん張りどころじゃん、はい、で西武ももうちょっとで上追いつくじゃん、はい、そういう時にやっぱ怪我人とか故障者が出るとちょっとしらけてくるんだよね。うん、まあ、頑張ろうとはするけどさ、はい、貴重な戦力だからさ、だからそれはもう故障はしょうがないけど頑張れんかったかなって思うよね。やっぱチームの士気とかも下がっちゃいますもんね。そういう俺がね、はい、プロ野球選手で一番頑張れなくなって力が抜けたのは、はい、ピータースって昔太陽にいたんだよ、はい、外国人が、はい、これがラコックっていう選手と一緒に入ってきたんだよね、はい、でラコックっていうのは大リーガーのバリバリなんだよ。でキャンプ地がアリゾナのメサっていうところであって、はい、でポルシェの特別使用車みたいなのを乗ってきたんだよ。メジャーリーガーだから、はい、でその J ・ピータスっていうのは、はい、2A から 3A ぐらいのこうちょっとうろうろしてて、はい、日本車のサニーの座席にボロッボロ穴開いた車で来たんだよこれめっちゃ格差あるなと思ってね。それがまあ、はい、キャンプ終わって日本にこう、はい、みんなと一緒に帰るわけだよ。で2年目の時だよ。である程度1年目で活躍して、はい、で給料も上がったんだろうな。おい結婚することになったよみたいなね、はい、いや大丈夫かとか言ってて、相手誰なんだよとか言って、そしたらなんかこっちで米軍かなんかの基地の看護師さんと結婚する。へえ、よかったなおめでとうとか言ってハイタッチとかしてた、はい、で遠征から帰ってきたらさ、ものすごく暗いんだ
もう何があったんだっつって言ったら、帰ったらもぬけの殻だったっつんだよ。やばやば、え、金はとか言ってね、金とかはとか言って、全部ない。いや、もうね、それはね、やっぱ悲惨だったな。かわいそすぎますね、それは、うん、そいつはいいやつでさ、スイカが大好きなんだよ、なぜか知らないけど。で、マネージャーに丸ごとのスイカ、広島市民球場で、はい、まあ、差し入れがあったんだよね。で、それを冷やしてたんだよ。だからもう食いたいから切ってないし、はい、食いたいからマネージャーに切ってもらおうと思って、ね、持っていこうとしたらさ、はい、落として割ったんだよ。そのマネージャーが激怒りして、何やってんだとか言って、今日の試合ホームランを打たなきゃ許さねえからなって怒られて泣いて、そいつ泣くんかとか思いながら、ね、かわいい、かわいいやろ、かわいい、かわいい、いや、ものすごい人がいい、はい、で、そいつって外野手なんだけどさ、あの肩があんまりいいからって、はい、で外野手でも使えないからっつって、ちょっと一回ピッチャーやってみろっつって、はい、ピッチャーもやらされてたんだよ、ね、まあかわいい、かわいい、はい、もうあ、なんていうの、ペット的な存在だったんだよ、はいはい、ね、そしたらそいつ広島市民球場の最上段に叩き込んで、お前毎日スイカ割っていいとか言われて、へ、ああ、だからまあそういう外国人もいたけどね、はい、うん、だから、まあ、怪我からこういう話もおかしいけどまあだけど、はい、まあまあそういう悲惨なね目に遭ったやつもいるし、確かにね、それはでも悲惨すぎますね。でそのラコックっていう、はい、あの一緒にね、はい、J ピータースを来た外国人っていうのはさ、なんか KY なんだよね。なんかさ、お産で帰ってたんだよ、はい、あの奥さん、はい、で試合ボロ負けしてんだよ。でその時にまた帰国してきて、帰国っていうか来日してきて、はい、でベンチでユニフォーム着て、はい、帰った途端に、あー子供ベイビーって生まれたぜみたいなお前今みたいなもうね、おかしいやつはたくさんいるよ野球界では。へえ、なんかレイノルズっていたんだけどさ、はい、基本外国の方ばっかりなんですね、変わりもんで。いやいや、傷がつかないじゃん、なかなかレイノルズってさ、名古屋球場で先行じゃない俺らが、はい、ビジターだから、はい、で、あいつ3番かなんか打ってたんだ、俺が1番で、はい、で、試合始まる5分前だよ。で、俺がもう準備して手袋しようとしたら、おーいとか言ってんの、トイレの前で通訳がおーいとか言ってノー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 とか言って聞こえるんだよ。あ、トイレ入ってんだよ、はい、あ、なんか出してんのかなとか思って、はい、さ、ノー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 とか言ってんの、はい、で、どうしたんすかって通訳に聞いたら、いや、出てこないんだよとか言って、え、払いたいんじゃうんすかって言ったら、いや、もう終わってると、それも、はい、出てこないんだと。で、俺が一番で立ってる、はい、俺はネクストにいないんだよ、レイノルズが、はい、どうしたのって言ったら、で、監督もどうしたんだおいとか言って、もう怒り出した、はい、どうしたんだって言って、いや、もうなんか今日無理みたいですってって代打だよ、代打出た瞬間に出てくるんだあ、どうしたって言ったら、今日はそういう気分じゃないって。まあそういうのもあるんだよな、すごいですね、気分じゃないで、気分じゃないでって、まあ怪我で登録抹消だったらいいけどさ、はい、もう気分で出ないって言われたんだよさ、体調が悪いとかさ、体調悪くても出えみたいな。そうですね、うん、まあそういう時もあったな、時代も、うん、今でもそんなんあんま聞かないですよね。聞くんだよ、これ聞くんですか。え、それなんか1個言えないですか。いやいや、はい、あのね、やっぱ気分的なこれがあるのは、はい、あの楽天のあれ誰だったっけ、こうやって打つやつ、ブラッシュとかじゃないですか。あ、ブラッシュだ、まあ言えばブラッシュみたいな。だからテンションがこうなるらしいよ、やっぱ。あ、そうなんですか、うん、それはやっぱりさ、外国人で来ててさ、はい、もうだいぶ疲れてるよね。まあそれも仕事だからそんなことするなって言ってもさ、はい、人だからさ、はい、だから平石監督と一回話した時には、はい、できるだけこうならないように、はい、もうちょっと気を使いながら、まあ、使わなきゃいけないんだっていう話は聞いたけどね。
でも頑張ってるよね彼はね、まあ、そうですねブラッシュはね。でもやっぱあのぐらいの選手だったらそのまあ例えばメジャーでずーっといることもなかったでしょ、はい、だから気を抜いてもなんていうのそれは自分の責任だけどさ、はい、そういう環境で育ったんだもんね。だからもうずっとトップでやり続けるっていうのはやっぱ大変なことなんだよ。だからそれに疲れちゃう時ってあるからねやっぱりね。でもまあそういうことがないように、はいね、頑張ってください。ありがとうございました。